やっぱ古着行くっしょ。確認は？あげる。ヤオカオ。絶対返さないやん。料理持ってったよ。料理持ってったよ。そうやね。ゴリラやん今日ほんまに。攻撃。はい、まさむらで分かってると思うんですけども、はい、コンビニ飯です。しゃあない。いやー、俺一番好きよ。分かるね、結局な。もうだってワクワクはしてるもん。うん、だって神戸牛の店行ってみいよ。確かに。何出てくるって神戸牛。確かに。まだ分からへんから自分次第に入らな。確かに。入って、自分の食いたいものを買えるってすごいな。すごい、すごいんや。これ神戸牛の店行ってたら絶対味わわない。うまいな。神戸牛食うしかないっていう。そうそうそう。ナイス。縛られてるわけから。ナイス。人として一番嫌やろ、縛られてる。いやー。神戸牛。ちょ、痛かった。ないよ。福来たね。いただきます。いただきます。さあさあ、グレープフルーツサワーしました。まだ先行く。はい、フォーカーズのカンティス君が美味しいって言ってたんでこれ買いました。へえ。帯読んだ。カンティス情報、コラボお願いします。よろしくお願いします。僕は、多分女の子と会う予定がないので、ガーリックを入れます。絶対や。お前帰って編集。うん、おいしい。妻振り返ってみる。なるほどね。うん、いや、その前に、無人島にもし持っていくならってやつあるやん。40個目に持っていくものを言おう。40個目。40個目ってもうほぼもういらんやんみたいなやつでも持っていかなあかんって。うん、教えてみんな。なるほどね。俺言っていい？いいよ。セロガン。いいなぁ。耐えろよ。贅沢やわ。久しく聞いてない。俺言っていい？うん。冷えピタ。ああ、いいなぁ。いらんな。もう塗るなって。頑張れよ。海入れよな。冷やしたいな。冷めんねん。逆に。俺言っていい？うん。グローブ。え？野球？野球グローブ。そうやろ。40個目でも怪しいぞ。グローブ。39個目でバット持っていってるから俺。野球するつもりやん。絶対いけない。死ね死ね。取れなかった。頼む。今取れなかった。頼む。頼む。頼む。おっさんでした。じゃ、蒙古タンメンどんなんだ。辛すぎるん。俺辛いの無理やろ。まあ辛い。どんぐらい辛いの。うま辛。その息いかれへんな。いや、こいつマジバグってるから辛いな。辛っ。マジ薄い。あー辛っ。あー辛い。嘘。辛い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 。あー割と辛いな。辛いよな。あー辛いこれ。辛いか。見っけた。お前つがいけねえとこ見っけた。これ辛いか。へえ。ちょっといいですか、タバコだけ。え？ダメ？いいよ。いいやろ。いいの。いけいけ。いいよ。いったらいいよ。もうサブちゃんあげるもんなくなんで。せやな、俺これ思っててんだ。これがサブちゃんやもん。サブちゃんより何もしてないかも。だからほんまにしたい遊び決めてもいいけどな。ほんまにしたい遊びか。どうなるか分からへんけどさ。うん、みんなはほんまついてこれるか分からへんけどさ。俺一日水切りしたいな。一日。それってほんまどんぐらい。朝から夜までってこと。朝からほんま夕方とかやな。夜まで行ったら見えるまで。はいはい。ついてこられる。行かないやん。行きたくない。うん、でもそれ1日行くんやったら水切りで4は行かなかった。そうやな。絶対バーベキューとかもなし。へぇ。水切りだけで1日ってなったら何やそれ。へぇ。石選びで1本やろ。ほんとに。そやな。そらそやな。そやな。こんなんしてほしいとかもめっちゃ欲しいよな。確かにな。あんなん行きたいけどな、ボルダリングとか。
僕は行きましたね。そういうことって、それ行ったことあるやろ、あるよ、僕は行きました。いつしかも、最近なん最近割と行きました。なんで行くあれに。結構褒められたな、その人に。誰の人、誰ですか。登場人物増えていってんだけど、怖いって。ボルダリングの教室みたいな、1時間受けれるみたいな。はいはいはい。え、そんなん行ったの。遊べるみたいな。もうほんまになんか上下関係作ろや。ボルダリングで。いやもういろんなことしてさ。なるほどね。今んとこ1位俺やん。うん、いや俺やろな。なんで。いやボーリング、ビリヤード。いやビリヤード俺やん。ほんでボーリング俺やし。こんなことしだすなら秩序なんて譲れない。でスケボーも俺やろ。うん、足の速さ俺やろ。いや俺今めっちゃ早なってるかもな、マジで。お前無理やって。お前なんか下痢やん。うわ顔かっこいい。顔かっこいい、マジで。二重や。お前輝くとこ一個もないやん。1位なの。なんか一回マジでバスケでボコボコにさしてやじゃん。ああなるほど。バスケも俺も結構行ってたで、あれフリースローとか。なんかいやもうフリースローとかじゃなくてワンオンワンでほんま俺から頑張って1点取ってほしい。それは俺取れるって絶対無理。お前一回もドリブルできへんねん。サッカーも俺やろ。野球も絶対俺やん。いや俺も割とサイドスローとかできんで。いやちゃうお前、サイドスローできるだけや。誰でもできる。ほんなら俺アンダースローできるで。いやスライダーめっちゃ曲がんの俺。お前かーい。でもお前卓球あるやん。俺卓球ある。え、でも卓球負けてなかった。負けてなかったか。負けてない。負けるわけない。マイラバー持っていたら絶対1位やん。ラバーって言うんや。1位俺クリス、2位3位チャナ、2位4位な。ん、なんで。今んとこ目立ってるやつが一個もないっていう。じゃあそれは、うん、お前ギャンブル負けて笑ってるだけや。おい、なんかさ、じゃあさ、もうサスケみたいなとこ行こや。あ、めっちゃおもろいやん。もうそこやったらもうむっちゃ出るやん、うん、お前ここまでっていう、うん、それ俺やば。だから行って行ったら分かるやん。あっこやろ、六甲のなんかインフレとか夜の人笑いが。フィッシャーズ監修してるとかやな。アスレチック六甲アスレチック。あれでもあんなヘボいんじゃん。ヘボいと思ってる。たかしだけしかできてなかったんちゃうか。確かにレイクレではな。うん、そうやったな。たかしなんもうそんなめっちゃ低いやねんけど。マジで陰気臭なんやろ。あんな誰が全員喧嘩弱いやん。マジで。格闘技もおもろそうやな。格闘技もいいな。格闘技は俺やって。いやいやいやボクシングちょっとかじっただけでいけんだよ。じゃあだから何やろうが一発目でだって全員死ぬねんで。いやいやいや、お前のパワーじゃ無理やねん。いやね、マジで上下関係作りたいわ。お前作ろう。でも人気投票も1位、誇れそれ。いやそれはもうしゃあないやん。お前らもう無理やん、それは。でもメインで人気投票したって絶対変わるで。俺なんか総合ランキング3位とかやってんな。4位やろ、お前。あれ4位やったっけ。お前3位と4位しかなかったやん。奇跡の。ちょっと待って、面白さランキング俺2位やからな。お前ら1票差の3、4と一緒にすんなよ。そうやった。でも1位取ってるからな。あ、みんな。うん、ああまあ俺なかったら確かに。お前が1位取れる部門なんてないからな。もうほんま敬語使ってほしいわ。マジで。なんで同じ土俵に立ってるの。うわもうじゃあ俺やめようかな、このキャラ。なんかもうなんかちゃんとしようかな。もうなんか今のんでちょっと俺プチンってきた。マジで。なんか今まで俺みたいなやつは運動神経も悪い方がいいし、うん、ギャンブルも負けてる方がいいみたいな感じでやってたけど、うん、もうええ、もう、わ、もうええ。もう俺じゃやめるわ。もう知らんで。じゃあもう運動神経悪いキャラもないから、うん、取る仲も全然減るし、ギャンブルも強いんですね。もう勝つで。じゃあ最近の趣旨教えてよ。うん、うん、じゃないね。うん、うん、じゃないね。ちゃうってもうな、底辺やりすぎてんねん俺ら。だからお前がギャンブル勝てるんやったら勝って、うん、めっちゃパーティーしたいね。うん、確かに。そういう絵取ったことないやん。ない。ほんまに負けるよ。ばっかで。取ってない。ほんまなんかどうか分からへんけどさ、リグがギャンブル強いなんか。うん。弱いやろ。うん、どう考えたって。
ジでおもろいわ。マジでおもろいわ。これいや、なんかみんなで会議したやん。なんか俺はさ、運動神経悪い感じで行こうみたいなさ。いや、やってないで。なんかそんなのなしにしようか、じゃあもう。一回もやったことない。じゃあとりあえずサスケ行くことでいいな。とりあえずそれはそうしよう。もう山田勝美とか呼ぼうやん。ミスターサスケ、あいつ何もできんやん。あいつバリおもろいから。おもろいだけ。ファーストステージで、あの初めの6個飛ぶやつで、あーしついちゃったか。そのまま進んで、日本中で何の時間ってなった。あの時間みんな何で進んでるあの顔。でもちょっとベテランすぎて何も言わない。何も言わない。一番痛いやつやん。ほんまこのもし6個俺らが行くっていう動画出した場合は、うん、その他の YouTuber さんたちは多分落ちるっていうのを撮れ高とかにしてると思うんですけど。確かに確かに。もうガチでやるから。そうやな。なんかそう考えたらやっぱ寒いわ YouTuber ってな。うん、なんか落ちてるやつって。うわえ、チャラもいいけど。いや余裕やろお前。なんかさっと入ってきてたやろ。いやお前、じゃあお前もや。もう10時から5時まででやってるわ。ほんとうまい。なんもないわ。金取んな。いや分かれへん。金取るやろ。いいマジで。フィッシャーズやぞ。ちょだから嫌いやな俺フィッシャーズ。いいぞ。ほんまなんかお前らが1位みたいな感じのやつきついわ。いやマジでな。なあマジできつい。そこでだって意気投合しちゃってる時点でもう2位やん。全然きつい。こいつもきつい。いやいや、お前なんかやばいやん。スケボーでめっちゃ受けてたしさ。なんなんスケボーなんか運動神経しか出えへんやん。お前ボーリングの投げ方クソ出せない。あんな行けば行くほど上達やん。スケボーはもうマジで。今日帰ってからみんな走り込みやろな。ちょっとしとるしとる。バレへんよ。バッキバキやからな。バッキバキ。じゃあおもろい。プライドのためだけに。でもさっきもちゃんとオーディションあるからな。ほんま受けに行こう。あーおもろいかもね。成功者はじゃあ受けていいことにしようか。いいよ。なるほど。サスケオーディション。脳みそのやつを、うん、企画にしてもうて。でも有名やったらそんなん関係なしにもな。ヒカキン出たもんな。受かられへんやん。うん。あんなんな。客寄せパンダや。うん。いや、ほんまにほんまに。だからほんまサスケ優勝者には神戸牛とかでもいいけど。あ、めっちゃおもろいやん。うん、ああそういうことね。うん。いいよ。で、他3人がそいつの神戸牛代払うみたいな。その人気とかどうでもよくて、うん、もうサスケが全てにせえへん。俺たちの世界線。いいよ。その他のボウリングとか他のスポーツ全く全部クイズとかも全部ゼロだし、得意あるもん。あるからサスケだけ。もうサスケだけ。物言う世界。何から良い。うん、はいはい。こんな YouTuber で。そのサスケがもう年一回開かれるっていう人気投票がな、言ってしまう。せやな。俺たちの人気投票。うん。きりたんぽさん休止したな。あれなんで休止したん。突発性難聴がなんか出たんやろ。ストレスかなんかで。まあもうアンチやろ。うん、アンチのあれで。救いたいな。救いたい。ちゃんとよう言ってんな。いや、ほんま救いたいよ。その、もし100万おったとしたらさ。うん。どうしたの。まだ生きてないで。うっせぇ。もう生きてない。うっせぇ。もう生きてない。見てなかったのか。もう、すごかったで。2枚目俳優。じゃ、こいつマジでクローズ出てた感出すからな。せやねん。お前出すな、そんな。クローズ出てた感出すから。思っちゃわねんな、ほんまに。あれ出てたかなって。一瞬。探すよな。探す。え大栗旬を掘って。お前、裏やすい。ええみたいな。うんこや。でっか。くっさそう。100万おったらどうするん。どう救えるん。いや、だからもう、家は行くな、とりあえず。は家行って、ほんまに元気出させる。いや、お前行ったよ、キモ行って。いや、その、キモいとかじゃないねん。いや、俺やったらキモくないよ。いや、そうやねん、そうやねん。わかるわかるわかる。ほんまに言ってるよ、絶対わかんない。でも、わかんないけど、俺は行くな。迷惑やん。いや、その迷惑とかじゃないからな。玄関で止められるやん。その、だから。俺は玄関入れるから。入れるやろ、お前入れる。俺入られんやろ。でも、そ、超えんねん。そこにあんねんって。ドア開けたらガシャーンってなんねんで。なんねんやろ。超えられへんやん。いや、超えんねんって。
もうそんな理論とかじゃない。物理的に物理的に。なんかテープみたいなやつ使って。やって、カーンってやって。ってやって。やって、もう超えんねん。怖いって。そこまでしな、助けられへんやん。なるほどな。うん。じゃあ、48とかも救えたわ。確かに。48とか救えたわ。俺らのこの感じを見てほしい。下には下がおるぞっていう。上にいすぎやねん、気持ちも。なるほどな。初心を忘れてるっていうことなのかな、それは。絶対せいで。お前、顎出るよな。誰誰いや、この緑虫。誰がやん。お前、頭でかすぎやろ。関係ないやん。ボンテンやん、もう。うわ、もうほんまこの髪型とかも知らんかったよかった、マジで。なんか、いい間抜け感出るかなとかって思って。もうストパー当てよ、サスケまでに。サスケまでにストパー当てて。超強。そうよ。ヒカルがやってたで。あ、やってた。見たよ、見たよ。カイジみたいな。うん。今募集してんのかな。一回見てみようか。うん。出たいな。割と俺ら適任というか。うん。でもそんな、だって素人の人集めんなよ。素人も YouTuber もおるやろ。上には上はめっちゃおるけどな。まあな。ガチの死ぬやつだ。うん。そう。で、相馬さんもおったよな。おんねん。そう。だから俺らいけるかもしれない。うわ。相馬さんにライン飛ばす？うん。全然いけるぞ。なあ。ヒカルにマジで、私なんか全然相馬さん LINE とかしてきてくれへんわ。そりゃそうやろ。いやでもめっちゃ気に入ってくれてたなあ、ほんまにあれは。俺らの基準はさすがです。誰が LINE するの。うわ、ツイート消してる説。え？え？もう終わったん。うわー、もうないわ。うわー、マジか。こんな短いんや。悲しいな。マジで仕事できるらしいからな、相馬さん。いや、あの人やばい。すごいな、あの人な。すごい、すごい。やばい。そのコムドットの大和くんとかもだいぶオーラあったけど、うん、相馬さんとはやっぱ桁が違った。うん。あの人行くかったな、マジで。あの人マジで行く。うん。あの人も目バキバキやからじゃん。もう、何倍駅降りたあたりでもうちょっと。気づいたもんな。何？何これ？うん。っていう感じ。うん。何この感じ？その辺にフリーザおるみたいな。もうほんまに。やばいやつ女。サムケはしてたよ。してた。うん。そんなバカにできる男の中はお前らって。いや、わからんねん。まあ、マジで。うん。何言ってもいいね、あの人。うん、絶対。懐広いな。ほんまにな。それは動画見ててもわかるわ。懐広いなっていう。もう厳しいって、お前ごときがよ。おい。今行かれてたな。こっから噛めへんからな。今までなんかビジネス噛み噛みしてきたけど、うん、もう噛めへんから。ほんまやな。あ、マジで。今から沖縄で2泊3日する、うん、ちょっとオープニング一回やってもらって。なるほど。はい、じゃあ歌いでくじゃあな。カイス、アツヤ、2泊3日沖縄旅行。はい、ということで、皆さん見てください、この綺麗な海。イエーイ。ということで、この沖縄の方でですね、今日国際ナンバーの方に行きまして、国際通りの方に。もう無理やで。ナンバーって。やってみ、これマジで。ほんま、一回やってみてや、みんな。できちゃっても、じゃほんまだから。どうせ3人できて終わり、面白くもない。やろやろやろ、お前が気づく。ガーガー言うな。やれ。だからそんなんもサスケで決めようや。そんなんも。結局やな。接点がサスケやもんな。ごめんごめん。バリエーク感じやん。すげえ。俺ら全然普通かやのに。普通かの全然運動してないやつ。運動嫌いなやつだから。で、サスケはもうマジでカメラマン募集して。そうやな。無料レンタル見てたら。うん。ぜひお願いします。あいつレンタルすんの俺らだけじゃん。誰かやってあげて。一回行きたいな。高谷さん行くか。高谷さんは行こう。高谷さんは行く。高谷さんは行こう。まあ、小田くんと高谷さんで行っとこう。ああ、いいね。小田くんも行こう。うん。メインフェイスとあって。うん。最高やな、東京。東京マリーめっちゃいいやん。アメコズも連絡したらなあかんな。多いな、お前。東京来た時言ってくださいって言われたな。お前そ、足つけんね。猫やん、猫やん、もうちょっとつくねんや、後がよ。なあ、つくな。ついよ、すげえ、こいつマジで。はい、ということで、今回は
ご飯食べよう。ご飯食べじゃねえわ。まあまあまだ何も俺ら言われへん。サスケしてないから。せやねん。せやねんね。まだいい。だからほんま調子乗ったらあかんて。サスケまでの命や。黙れ。どうせ俺1位やから。シャシャンな。どんな未来やねんお前1位って。はい、ということで、はい、コンビニ飯ごちそうでした。ありがとうございました。明日からはですね、もっと夏休みっぽいことしてます。いや、マジで。それではまた明日の動画で。バイバイ。バイバイ。松屋からブレイクという形になります。ブレイクはこの白い玉をさっき並べてた玉たちに当てるということなんですけども、やっぱりちょっと有利なんですよね。先行いけた方がね。さあ集中して。何してんねんおい。何やそれ。歩兵すなお前。戦争行く前の愉快な歩兵たちせんでええねん。何してんねん。早撃って。カメラマンもすな。カメラ上に上げんでええねん。早撃てやお前。何してんねん。